はい、こんにちは。今日の動画はプロのシェフがおすすめするこのベジマイトの一番美味しい食べ方です。このベジマイトはほぼ唯一と言っていいオーストラリアの特産物です。見た目はこんな感じです。真っ黒。少し舐めてみましょう。味的には味噌とチョコレートとアンチョビをミックスしたような味ですね。このベジマイトはベジマイト単体で食べるというものではありません。今回は僕がおすすめするベジマイトの一番美味しい食べ方をご紹介します。ベジマイトはオーストラリアではとてもポピュラーなジャムです。原材料は塩とイースト菌のみ。ビタミンを豊富に含み、代謝促進や美容にいいとされています。ベジマイトは多様な効果を持つ健康食品として今注目されています。本日の材料は至ってシンプル。ベジマイト、パン、チーズにハム、バター。まずパンをトーストしていきましょう。少し強めにトーストすると美味しいです。焼き上がり、こんがりきつね色、これだけでも美味しそう。焼き上がったパンにバターをしっかりと塗っていきます。バターは少し多めに塗るのがポイントです。バターを塗った面にチーズを置き、チーズの上にベジマイトを薄く塗っていきましょう。ベジマイト自体とても塩辛いので塗る量はごくわずか。しかし、まんべんなく広く塗り上げていきましょう。最後にハムを乗せて、もう一方のトーストを乗せて出来上がりです。トーストの香りに誘われたマイロもやってきました。いただきます。とってもシンプルなトーストですが、ベジマイト独特のコクとチーズとハムがマッチした味わい、ベジマイト最高。ベジマイトを美味しく食べるコツとしては、一番大切なことは量と使い方。世界一まずいジャムだとと言われている偏見を捨てること。美味しく美容や健康にもいいとされているベジマイト、皆さんもぜひ試してみてください。もしこの動画の評判が良ければ、他にもオリジナルでベジマイトレシピなどを作ってみようと思っています。もし皆さんもアイデアがありましたら、コメント欄に書いてみてください。ご視聴ありがとうございました。